こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 室で何が売れたかですね。その注文状態を確認する方法をお伝えします。まず、このセラーセントラルの画面の中のですね、View Your Orders ってとこをクリックすると、こういう画面になります。で、ここでですね、アドバンスサーチを押していただいて、ここにね、Include Pending Orders をチェック入れてサーチを押してもらうと、この状態だと過去3日間に売れたもの、それからペンディングになっている注文が出てきます。ここをね、日付はいじれますんで、売れたはずなのにね、まだ売れて商品減ったはずなのに注文が出てないと、メールで飛んでこないという時ね、どうなってるのかなって確認する場合は、このアドバンスサーチで、include pending orders を入れてですね、サーチすると出てきます。この、オーダー一覧ですね、返金になった状態の確認等をするのにも使えますので、この操作覚えておいてください。で、Amazon 輸出、転売用特別サポート、チャットワークの方でですね、パソコンの操作わかんないときは、このサポーターやってくださってる方がこういう、わかりやすいマニュアルを作って、さらにチャットワークで使い方というか、チェックの仕方のサポートなんかもさせていただきます。パソコン操作わかんないとかですね、そういう場合はお気軽にご質問ください。お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。